俺の名前は竹雄。嫁のエミリーはアメリカと日本のハーフで、英語も日本語もペラペラなバイリンガルだ。俺は彼女と出会うまで海外旅行の経験もなかったし、英語も大学基礎レベルしかできない平凡な男だった。そんな俺と彼女の馴れ初めは、俺たちが22歳で新入社員の時の出来事だった。俺たちが勤めているのは大手企業の傘下の会社で、10社以上ある子会社の一つだ。毎年秋になると、グループ内の全社の新入社員が集まって、みんなで研修旅行に行くことになっていた。俺は入社してすぐにその説明を受けてから、ずっと研修旅行を楽しみにしていた。他の会社の同期と交流するのも楽しみだったけど、俺がワクワクしていたのは違うところだった。それは、俺と同じ新入社員で同じ部署に配属されたエミリーと一緒に旅行に行けるということだった。エミリーは父親がアメリカ人、母親が日本人で、大学時代に留学に来るまではずっとアメリカで暮らしていた。ブロンドヘアで目も青で、巨乳でスタイルがいいところは完全にアメリカ人だったけど、性格は母親譲りなのか、日本人らしい気配り上手だった。彼女は高校生まではアメリカで育ったけど、母親と喋るときは日本語も使っていたから、英語と日本語のバイリンガルだった。俺は実は入社式の前にエミリーと出会っていた。就職試験のグループディスカッションの時に同じグループになったからだ。彼女以外の就活生は全員日本人で、ブロンドヘアのエミリーはとても目立っていた。顔を見て外国人だとすぐ分かったから、日本語喋れるのかと少し心配になったけど、そんな心配は必要なかった。エミリーは日本人の俺たちよりもハキハキとした日本語を堂々と喋って、グループのまとめ役になってくれた。メンバーが均等に意見を言えるように話を振ってくれたり、細かい気配りもできていた。この人は絶対受かるだろうな、と俺は思った。彼女と一緒に仕事ができたらすごくいいだろうな、と思ったけど、その時の俺はあまり合格の自信がなかった。だけど、結果的には内定をもらえて、入社式で彼女と再会した。そしてさらに、同じ部署に配属されて、一緒に働けることになった。本当に驚きだったけど、この会社を選んでよかったと思ったし、彼女と一緒に全力で頑張っていきたいと思った。美人で巨乳で仕事もできるエミリーのことは、すぐに噂になった。部署内で同期だったのは俺だけだから、エミリーは彼氏いるのか？エミリーの連絡先知ってるか？みたいなことを先輩社員に聞かれたりしたけど、俺は全部適当にごまかした。なぜなら、俺もエミリーのことを狙っていたからだ。エミリーに彼氏がいるかどうかは、俺も知らなかった。だけど、研修旅行で彼女と仲良くなって、もしフリーならアピールしたいし、彼氏持ちでも、ただの同期じゃなくて友達になりたいと思っていた。入社から半年が経ち、秋になり、研修旅行の日になった。子会社の全新入社員が集まると結構な大所帯になるから、移動中は会社ごとにまとまるように指示された。だから俺はずっとエミリーと一緒に行動していた。ブロンドヘアのエミリーはそこでもやっぱり目立っていた。男女問わず珍しがって話しかけてくる同期が多くて、俺は彼女と話す時間があまり取れなかった。ワークショップでは別のグループになって話せなくなってしまい、そのまま1日目が終わってしまった。研修旅行は2日間で、明日は午前中にワークショップの成果を発表して、それで会社に戻って終わりになってしまう。どうにかしてエミリーと仲良くなりたいと思っていたけど、そんな俺にとんでもないチャンスが訪れた。1日目の夜、宿泊先のホテルに行くと、予想外のことが起こった。エミリー、担当の人から何か聞いてないか？
一部屋しか予約できてないみたいなんだけど。え？私と竹雄で一部屋ってこと？部署ごとだからそうだと思う。フロントでいくら確認しても俺たちのために取ってあるのはツインルーム一部屋だけだと言われた。詳しく話を聞いたら、宿泊先の手違いでエミリーの性別が男性と登録されていて、男二人だからと同室にされてしまったようだった。エミリーと同じ部屋に泊まれたら嬉しいけど、こんなハプニングで喜んで手を出すのも男らしくないと思った。担当の人に連絡してもう一部屋取ってもらおうと俺が言うと、エミリーが意外な返事をした。私同室でもいいよ。え？今から連絡して部屋取ってもらうのも時間かかるし、竹雄だって早く休みたいでしょ。もう部屋に行こうよ。そうだな、そうしようか。ということになり、俺とエミリーはツインルームで一緒に泊まることになってしまった。せっかく二人きりになれてとんでもないチャンスなのに、俺は予想外の事態に緊張してしまって、部屋に着いてからも世間話しかできなかった。でもエミリーを男と間違えるなんてどうなってるんだろうな。私名字がスミスだから、有名な俳優さんの影響で日本では男性と間違われることが多いんだよね、と言ってエミリーは笑った。彼女にとっては日常茶飯事なのかもしれないけど、こんなに美人なエミリーを男と間違えるなんて俺にとっては驚くべきことだった。それに彼女が俺と相部屋で OK と言ってくれたのも衝撃だった。俺たちは順番にシャワーを浴びて寝ることになった。俺はすごく緊張していたのに、エミリーがあまりにも普通に行動してるから俺は気になって聞いた。もしかしてアメリカではこういう相部屋とか普通なのか？え？普通かどうかわからないけど、私大学の夏休みにバックパッカーやってたから、ドミトリーとかには慣れてるよ。ドミトリーって男女別じゃないのか？安いところは一緒だよ。でもカーテンで仕切れるし、そんなに気にしたことなかったな。いびきがうるさい人は嫌だったけど。とのんきなことを言われたから俺は驚いてしまった。エミリーはこんなに美人で魅力的なのに、いくらカーテンがあるからといって知らない男と同じ部屋で寝るなんて信じられなかった。危ない目にあったりしなかったか？スリはちゃんと対策してたし大丈夫だったよ。いや、スリじゃなくて、と言いかけて俺はハッとした。スリじゃなくて男に襲われたりしなかったのか？と聞きそうになった。そんな質問失礼すぎるし、俺がエミリーのことをそういう目で見ているのがバレてしまう。いや、なんでもない。バックパッカーの経験があるからエミリーはしっかり者なんだな、と言って話をごまかした。それから電気を消してベッドに入った後も俺は全然寝つけなかった。だけど部屋に入ってすぐの時よりも緊張は解けてきて、エミリーと仲良くなりたいという最初の目標を思い出すことができた。俺はエミリーに彼氏がいるかどうかだけでも聞き出したいと思った。こうしてると修学旅行を思い出すな。修学旅行か。私はアメリカにいたから体験できなかったけど、日本の学生って修学旅行で枕投げとかするんでしょ？え？まあそうかもな。俺はやったことないけど、枕投げよりは恋バナとかが定番じゃないかな。恋バナ？うん。好きな人いるの？とかみんなで喋るんだよ。エミリーはどうなんだ？彼氏いるのか？俺は我ながら話の誘導が上手だと思って心の中でガッツポーズした。
俺もエミリーもそれぞれベッドに入っていたから相手の顔は見えなかったけど、俺はそれに感謝した。エミリーの返事を聞くと、俺はさらににやけてしまったからだ。私、今は彼氏いないよ。アメリカで付き合ってた人はいたけど、日本に来てからは全然。彼氏作らないのか？今は仕事を覚えるのに精一杯だし、ちょっと気になる人はいるけど。そっか、まあそうだよな。俺も気になってる人はいるけど、すぐ告白とかじゃないもんな。え、竹雄、好きな人いるの？うん。誰？私の知ってる人？同じ会社の人だよ。ねえ、気になる。教えてよ。みんなには秘密にするから。エミリーは日本の修学旅行の経験がないのに、俺よりも恋バナのノリが上手だった。エミリーが教えてくれたら、俺も教えるよ。と言うと、彼女は少し悩んでいたけど、小声でこう言った。じゃあ、竹雄にだけは教えるけど、みんなには秘密だよ。うん、秘密にする。こっちに来て、こっそり教えるから。え、このままじゃダメか？俺たちしかいないし、誰も聞いてないよ。いいから、耳貸して。と言われて、俺はドキドキしながら起き上がった。エミリーも自分のベッドに起き上がって俺を待っていた。俺が近くに行くと、エミリーは俺の耳元で囁いた。私の好きな人は竹雄だよ。俺？そんなに驚かないでよ。同じ部屋に泊まるくらいだし、気持ちもバレてるって思ってたのに気づかなかった？うん、だってドミトリー慣れてるとか言うから、俺もそれと同じなのかと思ってた。仕切りもない部屋で一緒に泊まるのとドミトリーは違うよ。と言って、エミリーは困った感じで笑った。暗かったけど照れているのが分かった。約束通り、竹雄の好きな人も聞かせて。と言われて、俺も覚悟を決めた。俺はエミリーの目を見て言った。俺の好きな人はエミリーだ。そうだったんだ。じゃあ私たち両思いだったんだね。うん、俺も驚いたけど嬉しいよ。さっきエミリーが俺を呼んだから、俺たちは同じベッドで体が密着していた。そんな状態で両思いだったということが発覚して、俺は自分の気持ちを隠す必要もなくなった。俺はエミリーにキスをして彼女を押し倒した。彼女も俺を受け入れてくれて、俺たちはそのまま一つになった。研修旅行に出発する前に考えていたよりも、エミリーと親しい関係になって一気に距離を縮めることができた。ヒートアップしすぎて次の日起きるのが大変だったけど、それも含めていい思い出になった。俺たちが付き合い始めたのは研修旅行の後しばらくは隠していた。だけどエミリーを狙ってる男性社員が他にもいたから、変なことが起こる前に知らせておいた方がいいと思って、仲のいい同期には話した。それから俺とエミリーは部署内で公認のカップルになった。同期のカップルとダブルデートしたり、社内結婚した先輩がいろいろ相談に乗ってくれたりして、俺たちの交際も順調にいった。結婚を決めた時も同僚たちが祝福してくれて、産休のこともいろいろと気を使ってもらえた。俺はエミリーの両親に挨拶をするために初めてアメリカに行った。彼女の家族にも祝福されて、俺とエミリーは入社3年目の25歳の時に結婚した。それから3人の娘も生まれて、幸せな毎日を過ごしている。娘たちはエミリーに似て美人に成長し、エミリーのおかげで英語も日本語も喋ることができる。
これからの国際化社会で俺たちの娘が活躍してくれるのが楽しみだ。これが俺たちの馴れ初めです。